れのアジトに勝手に入ってきたのは天竜寺の現状。なんか人間かつまらねえ。どうしてこんなところへ来たんだよ。ん、俺は女を探しに来たんだ。てめえなんぞに用はない。なんだその口の利き方は。我ら現場一族と対等のつもりか。生意気め。うるせえこの筋肉野郎。ゲー、面白いやつだなお前は。いいだろ、望み通り叩き殺してやろうじゃねえか。ゲー、おじいや。うわっ、うわっ、おい、どうした？バケモンに働かされてもうヘトヘトで、みんな死んじまって
ったのは足だけ。大丈夫か？しっかりしろ。ごちそうさまでした。これで一息つけましただ。ところで、そのお探しの女、ひょっとしたら穴の中へ連れて行かれたかもしれやせんぜ。穴？はい。金山の中でご覧になりませんでしたか。実は蓋がしてある穴でね、あれを開ければ中へ入れやすぜ。その蓋を開けるには、こいつを使ってください。なんだそれは。名前は分かりやせんが、あの蓋にはめ込むもんでさ。あそこに落ちてたんで、ちょっくら失敬しておいたんです。よかったらお持ちください。金山の奥。はい。じゃあ、足はそろそろ。ありがとうございます。お世話になりやした。はい。待て。十兵衛。十兵衛、柳生の者たちを殺され、お前が信長の命を狙っているのは知っている。それは俺にとっても好都合でな。及ばずながら手伝ってやるぜ。誰だ貴様。風魔小太郎。北条家お抱えの忍者軍団の若棟梁が味方をしてくれるというわけか。そこで一つだけ忠告しておく。お前が探している女、あの女には気をつけろ。何？あの女俺も見たがただものじゃない。ひょっとしたら織田の回し者かも。別品だからといって深入りは禁物だぜ。おどけ！冗談だって本気にすんなよ。まあそのうちあの女の正体を暴いてやるから楽しみに待ってな。
別に欲しくねえけど、我慢しといてやるよ。いいじゃないか、これ。質がいいものってなかなかないんだよな。世界がリンゴのように丸いなんて知らなかったよ。覗き込むといろいろ見えて面白いな。そんな年寄り臭いもんはいらねえよ。こんなもんいらないから、もっと珍しいものをくれよ。じゃないか、これ。質がいいものってなかなかないんだよな。難しい字ばっかりで読めねえよ。いいじゃないか、これ。質がいいものってなかなかないんだよな。こんなもん、その辺にいくらでもいるよ。
したことねえな。死にたいのか。この先は信長様の居城だぞ。どうせ死ぬならこ
ここで死ぬ。手こずらせやがって。ところで十兵衛、さっきの話だが、ほら、エケイとお前が怨霊に取り憑かれているって話だよ。ああ、エケイは元侍で、仕えていた大名が戦に敗れ滅亡、奥さんと子供を亡くしているんだ。それなのにまだバカな夢を。たとえ夢が叶って一国一城の主になったところで、また戦になって大勢死んで泣く奴が出てくるだけじゃねえか。貴様もそうだ。信長を倒したところで第二第三の信長が出てくるだけだ。キリがねえんだよ。
大丈夫か。おみよ、オラの娘、よかったな。ありがとうございます。よかったって、おめひょっとしてお前の娘ってその赤ん坊か。こいつはいい、確かに可愛い娘じゃねえか。ぐっと抱きしめてやれよ、AK。 まいった。この赤ん坊は俺の娘だ。何？俺の娘もシロが落ちるときこうして泣いていた。俺は何とか助けようとしたができずに、あの子は火の中で。娘が生まれた時に約束したんだ。お前が大きくなるまでに俺が必ず一国一城の主になってお姫様にしてやるぞ。だからWhat?
だなんだ聞き分けのないお方だ。小谷城攻めはすでに決まったこと、今さら取りやめはできませんな。そんなことは忘れていかがです。今さら滅亡する旭家へ戻るより、この拙者とブレモノ、私に指一本触れたらただでは済まさんぞ。相変わらず機能も強い。とにかく殿の命令です。あなたをこの城から出すわけにはいきませんな。逃げろ。お前は野球十兵衛、生きていたのか。生きていた。やはり野球の城を襲撃したのはてめえら踊らし技だったんだ。何を今さら。野球一族は殿の天下統一には邪魔な存在だから、滅ぼしたまでのこと。やれ。行け、早く行け、早く。聞いてくれました。拙者の名前はゴーガン・ダンテス、幻魔界最高の剣士。よく恥ずかしくねえな、そんな真似して。全然。さて、十名さんとやら、久しぶりに強そうな敵に出会えて、拙者の剣も涙と興奮に震えています。では、行きますよ。
の首にかかった玉を貸してくれ。これは乗るんださあ。この玉はどこだ。昔から我が家に伝わってきたものよ。欲しければあげるわ。命を助けてくれたお礼よ。いいのか。ありがとう。ところであんた、名前はおゆう。小谷城ゆかりのものよ。じゃあ浅井の。なるほど、それで読めた。信長は今その浅井を滅ぼそうと虎視眈々と狙っている。戦になれば残念だけど浅井に勝ち目はない。だからこの手で信長を倒そうと岐阜城へ。でも捕まってしまった。目的は俺も同じだ。柳生一族の仇を討つため、信長を。十兵衛、私もしばらくはこの今庄の町にいるつもりよ。だからどうかしている。だから何かあればいつでも手伝うから行ってきてね。十兵衛。ん？小太郎？今の女、名前は？おゆうだが。確かか？どういう意味だ？
何か知っているのか。どこかで見たような。とにかく十兵衛、俺の勘に狂いはねえ。あの女はただ者じゃない。十分に気をつけることだ。小太郎。こんなくだらねえもん、もらうのは今回だけだぞ。あ、そうだ、ジュベ、水くせえじゃねえか。あんなべっぴんな知り合いがいたなんてよ。さっき女が訪ねてきて、お前を出店広場で待っていると残していったよ。悔しいから俺は2階にいる鎧姿の女でも口説いてみようと思ってんだ。本は何冊あってもいいぜ。噂には聞いていたが、実物を見るのは初めてだ。
こんな高価そうなものもらっていいの？Thank you.
Yeah.